それでは皆様、ご案内のお時間でございます。定刻でございます。ただいまから本年度第3回目の郡山市総合教育会議の方を始めさせていただきます。なお、本日は安倍構造委員の方から欠席の連絡をいただいておりますので、本日はご席でございます。なお、今回には法律の定めによりまして、公開が原則でございます。皆様の端末からウェブで配信いたしますので、あらかじめご了承いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、市長よろしくお願いいたします。どうも。今日は教育委員会があるようですから、定刻と呼ばれていると思いますが、早速始めさせていただきます。今日のテーマはですね、郡山市立学校における不登校の状況と、最近の教育関連法令の改正についてということでございます。本庁としては、あるいは教育関連法が不登校の問題をカバーしてるんですか？すみませんか。それじゃあ、この順序でお話をさせていただきたいと思います。それじゃあ、不登校の状況についてですね、事実認識から始めたいと思いますので、局長の方からお願いいたします。それでは、郡山市立学校におきます不登校の状況等につきまして、大竹総合教育支援センター所長より、資料に基づいて説明をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では、総合教育支援センター所長の大竹学です。私から郡山市立学校における不登校の状況について説明いたします。はじめに、不登校の定義について説明いたしますので、議題1の丸3の、法律が載っているものをご覧ください。不登校児童生徒を定義する法律に、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律、いわゆる教育機会確保法があり、第2条の第3項をご覧ください。相当の期間、学校を欠席する児童生徒であって、学校における集団の生活に関する心理的な負担、その他の自由のために、就学が困難である状況として、文部科学大臣が定める状況にあるとなっております。さらには、教育機会確保法第2条第3項の就学が困難であり、状況を、あ、就学が困難である状況を定める省令により、年間を通じて30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由によるものを除いたものとなっております。なお、一度不登校としてカウントされた児童生徒は、30日以上欠席した者として、1年を通してカウントされることになり、学校復帰や改善傾向があった場合、別に非傾向者としてカウントされることになります。次に、不登校の現状について説明いたします。第1の丸1をご覧ください。本市での令和3年度と令和4年度の9月末現在の状況についてですが、左側のグラフの上が小学校、下が中学校で、それぞれ男女別に人数を上げています。令和4年度は小学校123名、中学校294名、計417名で、昨年と比べ74名の増であります。昨年度の10月不登校数を超えており、小中ともに例年以上の増加傾向が見られています。小中の男女別で見ますと、小学校は昨年、今年と男子の方が多く、中学校は2年間とも女子が多くなっております。右側の上段は不登校要因の割合が載せられておりますが、令和3年度と令和4年度では同様の傾向を示しており、不安、無気力、人間関係によるもの、その他の順になっております。不安や無気力は、学校生活や友人関係、学業に対するものを示しており、学力が向上しないことに対する不安や諦め、あるいは友人関係の構築に対する失敗やトラブルに対する不安や不満、諦めなどが考えられます。その他については、家庭環境によるものが多く、家族間のトラブルや不安などが考えられます。他に、集団生活への不適応や原因不明などが含まれております。中段と下段のグラフは、東日本大震災の前年から令和3年度までの
1000人当たりの不登校児童生徒数の推移を全国福島県郡山市で比較したものです。小中学校ともに全国的に増加傾向にあり、郡山市も同様な傾向を示しております。平成30年度以降の増加が大きく、特に本市の小学生が令和元年度から急増しているのが分かります。増加傾向を分析すると、家庭内での SNS、ゲーム等の普及などにおける生活リズムの乱れ、新型コロナウイルス感染防止による学級閉鎖や学校行事等の制限の中での人間関係を構築する力の欠如や生活の乱れなどが挙げられています。また、発達障害の二次障害によるものや、保護者に起因する事例も含まれております。以上のことから、個々の児童生徒が不登校となる背景にある要因や直接的なきっかけは様々であり、要因や背景を特定することは難しいとされております。次に、議題1の丸2をご覧ください。不登校児童生徒に対する国、県、市の取り組みをまとめ、根拠となる法律を示しております。先ほどご覧いただいた議題1の丸3には、法律の原文が載っていますので、合わせてご覧ください。中段の下に、不登校支援に特化した施設の設置の段があり、教育機会確保法第11条において設置が求められていることから、本市においては平成21年4月に郡山市総合教育支援センターが設置され、市の不登校児童生徒への支援を統括しております。その下の段には、法律第13条によって総合教育支援センターで行われている支援について載せてあり、適応指導教室、プレイ学級を設置し、毎日の学習支援、特に1人1台配布されているタブレットの学習ソフトを使用しての支援や、年間33回の体験活動などを実施しております。プレイ学級への通級児童生徒の人数は、令和3年度105名、今年度は11月14日現在で89名となっております。さらに、ニコニコ子ども館まで通級できない児童生徒のためには、5名の法務巡回相談員によって定期的に自宅近くの公民館等で、ふれあい学級分室を実施しまして、さらには参加予定を決めずに誰でもいつでも参加できるサテライト分室を公民館の方に設置するなど、多様な実情を踏まえた環境整備に努めております。上段にある相談体制整備では、法律第18条により、スクールカウンセラー17名、スクールソーシャルワーカー3名、さらにそれぞれにアドバイスを行うスーパーバイザー2名を配置し、全市立学校の教育相談体制を整備しております。また、登校できても自分の学級に入れない別室登校児童生徒のために、学校生活支援員を12名各学校に配置し、別室登校支援も行っております。その下の第20条では、相談体制の整備が求められていますので、総合教育支援センターにおいて、相談事業担当職員が学校教育部の各課と連携しながら、来所や電話、LINE 等での悩みや不登校に対する相談に対応しているところです。第16条においては、不登校の実態把握や調査研究等が求められておりますので、配置している関係職員や教職員への研修を企画するとともに、不登校児童生徒の欠席数や家庭での様子を求めた実態調査を、毎月各学校から総合教育支援センターに提出いただき、整理した情報や分析の方の発信を行っております。また、12条により、学校以外の場における学習活動状況の継続的な把握が求められているために、総合教育支援センターからは、
適応指導教室に通級している児童生徒の毎月の出席状況や活動の記録を学校に報告し、情報の共有を行っております。今後も不登校児童生徒の回復を支えるとともに、新たな不登校の防止に向けて児童生徒や家庭、学校に寄り添いながら対応してまいります。以上で説明を終わります。資料の読み方、あるいは、調査の方法について、委員から、それであればどうぞ。までこの不登校について、民事訴訟案件になったことは、事例は先生のところ、あるいは全国的に何か聞いておられますか？そうですね、訴訟に発展している事例としては、その不登校の原因が、いじめによるものであるということで、重大事案に相当するということで、法的な手続きに入った事例というのはあると聞いております。あとは、その不登校の問題がですね、そのご家庭にあるような場合、憲法でその子女に教育を受けさせる義務というのが義務付けられておりますので、その保護者の方がそういった義務をですね、果たさないで、子どもたちが学校に行きたいのに、それをこう行かせない状態を作っている場合には、それはこう一種の虐待ということで取り上げられる案件もあるというふうには聞いております。オーテナスで相談なかったことはございますか？私は個人的には担当したことはないんですが、おそらくそのお子さんのですね、不登校も含めた問題に関するご相談というのは増えていると聞いております。弁護士会でなんかこんな話題になったことはありますか？そうですね、福島県弁護士会の中に子どもの権利委員会という委員会がございまして、やはりその不登校も含めた、子どものですね、こう学習機会をこうどのようにこう保障していくかというところを、法的な観点からこう話し合ったり、なんていうんですかね、問題点に対する解決策をこう申し入れたりという活動などは委員会の方ではしていると聞いています。今回はあるでしょうけども、の次あるいはその次の回でも県内全体ではどんな事例がですね、ケース立て的にどんな例があったのかはちょっとまたご紹介いただければと。はい、相談ケース、はい、田中委員、実際いろんな検診というか診療されておって、いじめによる心身の原因か心身の症状から見て、これいじめかしらと思われたような例はございますか？私は今ちょっと内科を専門にしているんですが、ちょっと小児科とはちょっと離れてはいるんですけど、以前、小児科をちょっと見てた時期は、要は診察するときにこう、よく詳しく見るようにはしてますけれども、私自身はそういった経験はなかったです。ただそうですね。親御さんもいろんな親御さんがいるものですから、なかなかこう、話をしててもこう、
親御さん自身がこう発達障害を持ってらっしゃる方とかでもいらっしゃいますから、なかなかそのあたりは、お子さんにそういった影響が来ているのがあるのかなという感じはあります。この医師会でなんかこの問題でもですね、テーマとしていただければありがたいと思いますが、実は、先生に聞はい、いて、少しそういった事例があるかどうかお願いいたします。実は政府コミュニティ活動でですね、自殺予防というのがテーマになっているんですが、これにはですね、医療業界の方、参加いただいてですね、やはり生発したりしているときに、なんとなくね、親さんに行ったときは大体世間話なんかするんですね、その中で親と思うようなケースがあったとき、で、自殺予防の委員会では、医療業界の方入っていただいてですね、そういうことをやってるもんですから、まあ、ふとしたことで、自殺には至ってないけれども、どうも、先発したらこの辺に傷があったとか、どうしたのとか、そんなことでですね、いや、俺この前殴られたんだとかね、そんなことから、ちょっとした話から、どうしたのと、そういった式、なぜか誤解じゃありませんけれども、そんなケースも、あるようでございますんで、また、司会の方でもですね、大の臭素とは、自覚症状とは別に、なんか、あるかもしれませんので、医師会の方でも、特に小児科に、あるいは、親御さんの方も悩んでる場合もあるでしょうから、ちょっとテーマにしていただければ、ありがたいなと思います。今泉、観点から、なんか、いじめ問題と、あるいは不登校について、ご所見はございますか？私はうちの学校とかではみんなそれぞれ一人ずつのを勉強していることが多いので、なかなかいじめとかそういうのは全然ないんですけれども、でも私は毎日のニュースを聞いてると、なんか暗いニュース、もうひどいニュース、それがもう耳に入って目に入ってくると、こういうのはあんまり毎日毎日聞かされたら、本当に心の弱い人は本当に暗くなっちゃうんじゃないかなって、そういう思いは日々感じております。ただ子どもの数が少ないから親御さんが甘いのかななんて思う時もありますけれども、その辺は実態はよく分かりません。なんか教師の不登校の事例でね、服装のことでいろいろ言われて、学校行きたくなかったとか、あるいはどうも服装がいいのがなくて、学校行きたくないというような例はありますかね。先ほど大竹所長からですね、不登校に陥るといいますか、なってしまう要因、いくつかありましたけれども、私自身もそういうような、今お話ししてもお話のようなことで、そういったことがその原因でですね、なかなか学校に行けないっていう、そういう事例は聞いてはいないんですけれども、どうですかね、所長。そういった服装とか、そういった部分に関しては、学校とそのお子さん、あるいは保護者と、できるだけ話し合いをして、妥協点をこう見つけるような場合が多いです。そして、そういったお子さんに限って、学校に来たいお子さんの方がやっぱり多いんですね。どっちかというと、こう違う色の髪の毛にしたかったりとか、違う服装をしたいっていう子は、学校が好きで、こんな言い方するとあれなんですが、来てほしくないのに来たがるみたいな、そんな、もう、他の生徒の目とか、そういったものを考えたときに、入れたら、他の子にあまりいい影響を与えないなっていうような感じの子が、逆に一日も休まないで学校に来るような傾向がありまして。で、今言えば、例えば LGBT 関係で、
どうしても、例えば男性が女性の服を着たいなんて、スカートを履いて学校に通いたいなんていう場合は、学校とその子、あるいは親御さんがこういろいろ話し合いをして、だったらばジャージで登校するとか、そんなふうな形で、できるだけこう保護者と子どもの意向を完全にこう断するわけではなくて、妥協点を見つけるような形で話し合う方向が今、多いと思います。まずこの、制服がね、嫌だとかっていうのは、僕は少なくとも聞いてないですけども、今泉議員、どうですか、制服か、制服。自由服か、どっちですかね。女の子が何ですかって履かなくちゃいけないんでしょうねっていう、そういう声が結構専門の新聞とかには出てきてますね。だからズボンも認めるべきだとか、そういうのが出てます。ただ男の子がスカート履きたいっていうのはちょっと私には分からないんですけれども。でもあるんですね、実際ね。その辺の心理はわからないですね。私、この不登校っていうのを改めて憲法を読みました。今、委員からもありましたけど、義務保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うんであって、これ、登校義務じゃないんですよね。で、この不登校要因の割合、多分このこういう分類の仕方は、もう文科省の質問分類なんでしょうけど、これです。不登校は、なんていうか、マイナプラスの評価しない分類ですよ、これね。例えば、もう学校に私自分で勉強しちゃったから、登校する必要ねえんだというのもいるかもしれないんですよね。ギフテッドが。だけど、そういう分類じゃないから、なんか不登校は、マイナスの評価前提にね、このアンケートもなされたんじゃないかという感じがしまして、昔、路傍の石っていうのがありましてね、実は当時は学校行くっていうのは、ある意味で対抗だったんですね。路傍の石の主人公の家庭っていうのは、おじさんが酒飲んべえで、しょっちゅう酒買ってこいって言われて、学校に行くことは、むしろ父親の、そういう、あの無理、あの、えー、なんですかね、虐待とまでかかってると、もう父親から解放される場であった。ところが、今や学校は解放される場じゃなくて、自由に学問の勉強の自由を享受する場というよりは、なんかもう、まさに義務学習になっちゃう。その辺からですね、この不登校についての価値判断というか、考えてもいいじゃないかなと思うんですが、藤田委員はどうですか。はい、そうですすぐね。近くに学校に住んでおられる。どうなるかみたいな。やっぱり不登校のパターンで、よく学習関係で言うと、学習に遅れていて、ついていけなくてっていうパターンがかなり注目されがちなんですけれども、最近やはり SNS とか見てますと、勉強がすごく得意で、もう飽き飽きしてしまうと。いう形でも、自分はもうこんなに、こんなこと分かってるのにということで、来なくなってしまうっていうのも、しっかりとあるというところを見ていきますと、そういう時にどういう対応をしてあげるか。で、一つ興味深かったのは、そういう子に対して先生がどう言ったかっていうと、じゃあ、自分は理解したかもしれないけども、隣にいるちょっとまだ分かってない子に対して、分かりやすく説明できるように、ちょっと考えてみないかいというような形で、違う視点で、自分は理解してるけども相手に理解してもらうっていうのは非常に難しくてスキルが必要なことになってくるんで、それでまた意欲を取り戻して、さらにその学びに深みが出てくる。私も野菜ソムリエやってますんで、でラジオも毎週あるんですけれども、常に勉強していないと人には説明できないですよね。
ただ単に教科書だけ覚えていて、そのまま伝えたとしても、相手には理解していただけない方が非常に多くて、それを噛み砕いて分かりやすく説明するというのは、また別のスキルになってくるので、そういった意味では、学習が進んで、例えば塾とかで、先に進んでいる子に対しては、そういうアプローチの仕方もありなのかなという点が1点あります。あともう1点、先ほどのいじめの観点で言うと、どうしても不登校になった子が非常に注目されがちなんですけれども、その、例えばいじめの場合ですと、加害する、児童なのか、親なのかがいるわけなんですけど、どちらのその、いじめた方に対するケアが、ちょっと弱いんではないかなというふうに思います。まあこれはよく言われている話ですけれども、日本の他ですと、いじめられた子ではなくて、いじめた子に対してケアをして登校させなくない。で、そのケアをした上で、十分にそのいじめ、につながってしまうような行動を取る原因を取り除いてから、その加害児童を登校させるというようなプログラムがあると聞いておりますので、ちょっとアプローチの仕方を変えてみるのも、大事なのかなと。まあ、私は農林水産業で福島県、の農林水産業者は11年前に全国からいじめを受けた、身でもありますので、いじめられる子の気持ち非常によく、分かりまして、で最近私も明日長野に講演に行くんですが、人権の話題で福島県の農林水産業者が行くんです。要は11年前に人権侵害を受けた、まあ、もっと平たく言うといじめられたと、その立場からどういったいじめを受けて そこをどう立ち上がっていくんですかというような話をしてくださいということが非常に多くて、そう考えますと、そういった、原発事故によって、阻害された経験というのは実は、子どもたちには、一つの現実にあった事例として、福島県ならでは郡山市ならではの事例としては伝えやすいんではないか。やはりあの実態実行自分にこういじめちゃダメだよって言われたじゃなくて、こんなことがあったんだっていうふうにこう自分のものとすれば、いじめは良くないんだって思ってくれるんではないかなと、私も先月大阪で高校生の前で講演した時には、いじめはやんない方がいいよと、私自分は11年前に、福島県の農家人殺しだとか言われたり、福島県の農産物は農産物じゃなくて放射性廃棄物が作らないでくださいっていう人たちのことを一言一句全部覚えているって、そういう人たちは歌手であったりタレントであったり、教授であったり、そういう人たちだったけれども全部覚えている。でも 彼ら彼女は絶対忘れている。でも被害を受けては絶対忘れないから、割に合わないからやめた方がいいよっていうような話はみんなその時はすごく真剣に聞いてくれたので、そういった実体験を伝えるっていうのが大事かなというふうに思います。はい、不登校にもですね、さまざまな不登校の多様性があるんじゃないかなと。私も音楽の時間と体育の時間があるときは不登校に行ったりとか、ね、だから不登校 なぜか誤解繰り返すじゃなくて、でけれどもですね、やっぱり個別に聞いてみると、どうしたのっていう、で どうしたら学校に行きたくなるかなとか、もともと学校は来るもんだじゃなくて、学校はめんどくさいと、本当に行きたくないけど、来てるんだという前提で聞いた方がいいんでしょうか、ね、そういうケースで来たいけれども来れない不登校だということを、もともと行きたくないから行かないと、もっと他のなんとなくといういろいろあるかと思いますけど、不登校はまずいんだという言葉じゃなくて、本当にニュートラルにの先生のようにケースワーカーがですね、一人一人の児童生徒にね対応するというのも、これからこれだけ多いとね必要じゃないかなと思うんですが、いかがでしょう。昔ね、全然思想犯があって、まず賢治さんが言うのは、お前のおふくろ泣いてるぞって言うと大体
分かりましたというと言われてして、そういう逸話が、ね、ありましたけど、なんか投稿はでなんとか直さないかんじゃなくて、投稿は どういうことでの学校来るのが当たり前で来ないのおかしいからじゃなくて、それぞれあの理由があってでしょうから、そこをあのなんていうか一緒にそこらで進めそうと問答してきというようなことは一つの研究いただいてはいかがでしょうか。でその多様性と調和ってのはオリンピックのあれでしたけど、投稿にも多様性があるから、そこをどう受け取るっていうのかというあたりでですね、あの教員の方々からアドバイスいただいたらどうでしょうか。あの今、市長おっしゃるようにですね、あの、まあ、今現在、不登校で、それぞれ悩んでいる児童生徒、それぞれにあの、まあ、要因があり、そういった背景があるわけですよね。ですから、その子たち自身がですね、それぞれ今、自分でやれることに精一杯取り組みながら、まあ、社会的な自立を目指してですね、あの頑張っている状況ですね。で、まあ、市長おっしゃるように、その新たな不登校児童生徒を出さないようにしていくといいますか、それぞれの子どもたちが自分がですね、学校で、あるいは友達とさまざまな経験、体験、あるいは学習を通して、自分を磨いていくといいますかね、そういう意味合いでの学校生活というのは、非常に子どもたちにとっては楽しい場所でありますし、まあ、自分磨きの場でもあるわけですよね。ですから、そういう時にあのなかなか学校に足が向かなくなる時期があったりするわけですよね。そうするときに、あのいち早く、あれどうしたのかな、あの昨日まで元気に登校してたんだけれども、あれどうしたのかなっていうその気づきですよね。でそういうものをあの先生方、毎日かあの関わっている先生が、あれ保護者の方ですね、あれちょっと今日元気がないなとか、ちょっとどうしたのかなっていう、そういうような形で本人のこの変化っていうんですか、ちょっとした変化に気づいて、これ今視聴者に声かけて、どうしたのかなっていうような形で、そこからそのきっかけをお互いにこう共有しながらですね、担任の先生が気づかずに、別の学年の先生、別のクラスの先生とか、あるいは中学校であれば教科担任の先生が気づく場合もあるわけですよ、ね、ですからそういう時にお互いにこうあの情報を交換しながら、できるだけ早く声をかけながら子どもの悩みって言いますか、ちょっとそのきっかけを引き取っていく、それが大事なことなのかなっていうふうにこう常々、話をしているところなんですけれども、これだけあのデータをね、せっかく収集されたし、それから国県市がそれぞれどういう対応するかということを非常にきれいに分類していただいたんで、これはもう今後のですね、我々ものを考えるときの物差しにしなきゃいけないと思うんですが、の確かに社会的に見ればですね、絶対振り返ってみたって、学校行って勉強しても長い目で見ると本人にとってもプラスだし、それから社会的に見ればですね、やはりあの義務教育課程の知識、あるいは考え方っていうのは絶対に身につけておいてもらわないと困る、ナショナル義務なんですよね。そういう意味では社会的にも、それから本人の経験からしても学校行って勉強したのはそこなんだけれども、そこはもう、じゃあどうやってそれを分かってもらって、学校に行きたいというふうになってもらうと。この辺はもう個別に処方はあのさまざまでしょうから、この辺をあの委員の皆様からアドバイスいただいてですね、の 教師と、それから、児童生徒とどういう対話をして引き出していくかと。三番実をですね、ぜひあの委員の皆さんの先生方、この辺はね、先生方も悩んでおると思うんですね。ですから、教育相談所で、教育相談センターで全部引き受けんじゃなくて、教育委員にも出ていただいて、というチャンネル多様化して、誰いかがでしょうかね。その辺をどうするかは、あの教育委員会の中の議論にお任せします。はい、この話の件なんですけれども、あの定例の教育委員会、毎月、まあ、今日もこの後定例教育委員会が実施されます。定例教育委員会の中でですね、
月末に、毎月その1ヶ月のですね、指導生徒の、登校の状況ですとか、そういったもののデータはですね、大谷所長の方から説明していただきながら、そのデータについて、ご質問いただいて、あるいはアドバイスをいただいて、そういうような形で今現在進めているんですけれども、さらにさまざまなお立場から、はい、ご意見いただきしたいと思います。所長が相談してもいいんですよ。はいね、よろしくお願いします。ぜひ教育委員会が先生方のケースワーカーとして、対応いただくようにお願いしてもいいでしょうかね。いや、時代にも、カルチャーとは耕すよ、アメリカカルチャー、カルチャーは耕すよのようですから、ぜひ、先ほどの貴重なお話をですね、やはり先生と、それから場合によっちゃ生徒をね、じゃあ俺が言ってやるということも含めてお願いいたします。それじゃあ、同行の条件については、最近の教育関連法令の改正についてです。お願いいたします。いや、学校教育部長ですが、最近の教育関連法令の改正で、大きなものといたしましては、教育公務員特例法及び教育免許法の一部改正の法律でございます。これ何かといいますと、これまで、やってまいりました教員の免許法申請、これが廃止となりました。合わせて、今後の研修記録のあり方ということで2つの法令が改正になりましたので、免許更新制については学校管理課と関しておりますので学校管理課長から説明いたします。その後今後の研修記録については教育研修センター所長から概要についてご説明をさせていただきたいと思います。では学校管理課長からよろしくお願いします。はい、学校管理課長二平でございます。教員免許更新制について説明させていただきます。教員免許更新制というのは教員がですね、定期的な知識技能の講習を行うことで教員に求められる資質能力の保持と子どもや保護者が安心して教育を受けられることを目的に平成21年4月に導入された制度でございます。平成21年4月から導入された教員免許更新制ですが、教員免許の更新には30時間の講習が必要であり、教員は夏休みなどの長期休暇や土日などを使用して、約3万円の自己負担金を支払って、研修を受けておりました。で、またですね、この更新された免許には有効期限がございまして、資格取得から10年後、の年度を過ぎるとまた教員は改めて講習を受けなければならないというものでございました。このような制度設計というのは教員を助けるものではなくて、忙しい教員の負担を増加させるということや内容も実践的なものではないといった指摘がこう噴出するようになりまして、教員免許制度の廃止へと移っていくような形になります。教員免許制度、免許更新制度をめぐりましては、中央教育審議会の令和の日本型学校教育を担う教師の在り方特別会と、初等中等教育文化教育養成部会の合同会議が、令和3年11月に開催されました。そこで教員免許更新制の発展的な解消を目指すことが発表されました。で、その後、令和4年2月25日に教員免許更新制の廃止に向けて教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律案が閣議決定されて、その後令和4年4月5日に改正教育、
教育職員免許法が成立し、令和4年、今年度の7月1日から教員免許更新制度は解消というふうな形になりました。ただしですね、この教員免許更新制度が廃止されるものの、まあ、文部科学省の方では2023年の4月から新しい研修制度というものの導入を決めておりまして、そちらについては研修センターの難波省庁の方から詳しくお話を していただければというふうに思います。以上です。じゃあ市長よろしいでしょうか。はい、続けて、研修センター所長の難波でございます。今現在ですね、研修の記録並びに研修をどのように、文科省の方で取り組んでいるかということについて説明をさせていただきます。まず新たな教師を学ぶ、教師の学びを支える研修体制の構築というふうな形で、国の方は進めているようです。それでその中で研修受講記録、履歴記録システム並びに研修プラットフォームというものを国全体で今は作ろうとしているところです。この研修記録については令和6年度4月より開始される予定になっています。これについては県の方でこれに参加するというような意思表示をしますと、郡山市でもそれを活用していくということになっていくようですけれども、県の動向を今注視しているところでございます。さらにはそれについては各自その研修プラットフォームの中にですね、さまざまなデジタル教材等を生かしたですね、まあ教師の個別最適な学びをができるようなものをコンテンツがさまざまこれから令和5年度から作られていくということと、現在免許更新制でやられていた大学の教材等もその中に入ってくるような形になってくるというふうに聞いております。そちらの方をオンライン上で視聴等しまして研修の履歴として入っていくというような形になって、令和5年度については現段階令和6年度から入る手前になっていますので、Excel 用のデータ等で管理をしていくような形を、まあ、それも、文科省の方から、県に降りてきまして、郡山市の方にも降りてくるのではないのかなというところがあります。そのように今まで免許更新制を使っていたコンテンツ等を活用しながら教師のスキルアップを図っていくというような形になるのかなというふうに思っているところです。さらに郡山市においては研修を数多くやっておりますので、その研修について研修履歴として残していくというような形にしていくのかなというふうに思っているところです。まあ、現在の国の動きがまだはっきりとはしていないところなんですが、本当に昨日予算説明とあったばかりですので、そちらの方を注視しながら郡山市でも充実した研修に努めてまいりたいというふうに考えているところです。以上でございます。ありがとうございました。いや、勉強教師勉強の、ね、有効期間になったときにびっくりしましてね、採用試験じゃないんですよね。これはね、その資格試験ですから、弁護士さんにも医師にもね、有効期間ないのに、なんで先生だけだと、教師だけだと思ったんですけども、ね、まあ、私も考えてみますと、4年に1回資格試験になりました。でも、やっぱり日々、障害学習じゃないけども、免許は免許としてですね、どんどん世の中変わるし、教科内も変わりますから、教えることができたから今年教えることができんだというあれではないわけで、絶えずリニューアルしなきゃいかんと思うんですが、この辺は司法の世界、あるいは医師の世界、ドレスメイキングの世界で何かありますか。はい、弁護士会もいろいろな研修等は随時実施されているんですが、その先生方の研修とこう最も違うのが、弁護士会の場合はもう現場の弁護士がこういう研修をやってほしいっていう、希望をこう出せるんですよね。それで時代の流れとともにもう この研修は不要だ、新たにこういう研修を入れてほしいっていうような声が反映されて、研修制度が
変わっていくっていうところがあるんですが、今後その研修のあり方がどうなるかっていうところはまだ決まりきってないところあるかと思うんですが、やはり現場の先生が一番そのどういうところに困っていて、どういうところを学びたいっていうふうに思っているかっていうところの声をもっとこう反映させるような仕組みがないと、せっかくその制度を改正してもちょっとこう実益がこう あるものにならないのかなと思うんですよね。で、私個人的に教育院先月あたりに郡山市内の小中学校見学させていただいたんですけども、やはりその時にその先生のこう専門性、その先生の教師としてのこう質というのが一番発揮される場面というのは、やっぱり授業だなというのをこう実感したんですね。やはりいい授業を作るためには、その教材研究にかける時間というのをその先生方が十分に確保する必要があるので、この研修に関してもですね、国が決めるということではあるんですが、その個々の先生の教材研究にかける時間もその研修にこう何らかの形でカウントしてですね、なるべくその先生が自分の専門的なところにこう注力できるような制度にこの際なのでこう変えていくといいなというふうに思っております。以上です。メディカルの世界ではどうなんでしょうか。石目に見ましては、とりあえず1分が取ればそのまま反社会的な問題がなければ、ずっと剥奪されるとかそういうことはないんですけれども、やはり日々やっぱり医療もこう更新し知識とかこう更新しないとやはりこうついていけない部分はありますので、内科専門医とか循環専門医とかそういった資格を持っている人はやっぱりこう何年に5年に1遍という更新というか、そういう単位を取ってその更新していくというのは、あります。ですから、学会に行ってその常に新しい情報を聞いておくとか、今はもう学会授業もオンラインが中心になってきていますので、比較的どこでもこう参加しやすいような状況にはなっているんですけども、そうそのこれに1回そのトレーニング問題みたいなものをやって、その6割以上取らないとその更新できないというか、そういった制度があります。このファッションの世界も定期にこう変わるところ変わらないところある、どんなふうにしてあるんでしょうか。やっぱりあと服装の世界もいろいろにこう変わってきますので、常々研究してないと遅れてしまいますよね。でやっぱりその一人一人みんな違うタイプなので、その個性に合わせてパッとこうひらめくような常々勉強する、これは学生もそうですけど先生方も常々いろんな研究をして、やっぱりこう質問された時にパッと答えられる、私にはどんなの似合うか知らせたらこういうのがいいですよってこう勧められるような、やっぱそういう感覚的なものも大事だし、だからやっぱりさっきの不登校じゃないですけど楽しい学園の中にしておく、やっぱり楽しいことが自分の世界でもあると、そしてみんなと一緒に共同でやるのも楽しいとか、やっぱりそのムードっていうのはすごく大事だと思って、やっぱり刺激があるのがいいですね。いろんな考えがあるので、お互いに発表した時にあらそれ素敵ねってこうお互いに褒め合えるくらいの、やっぱりそういう場が時々あるので、やっぱりそれはすごく楽しそうだなと思って私は見ております。みたいにあれですね、気候変動下で農業もどんどん昨日と同じ遊ばないで同じ作物でもどんどん変わってると思います。その辺の学習プロセスはどんなになってますか。はい、そうですね、やはり一応我々も郡山ブランド野菜という形で、しっかりとマニュアルを作って、それに基づいて高品質なものを、ある程度のレベルのものを作り上げていくっていう、そのマニュアルはあるんですけれども、それだけではなくてプラスアルファ、やはり先ほど市長がおっしゃったように気候であったりとか、
あるいはその市況であったりとか、まあ、今回のね、燃料費とか肥料費の高騰であったりとか、そういったところも含めて様々に変化するものにうまくこう合わせていくというスキル、両方必要っていうところになっているんですよね。ですので研修をしっかりやるっていうのは、やはりそのベースを固める、マニュアル的にしっかりやる固めるべき人を固めつつ、やはりその生きた、経験値っていうものを伝えていくっていうのが非常に重要なのかなと。で、農業界っていうのはやはり以前はですね、こう職人的な、見て覚えろとか、そんなものを言葉にするものじゃなくて長年やることによって身につけるんだみたいな傾向が非常に強かったんですけれども、それではやっぱりダメで、ICT も含めて、気候がこれいう変動したら水を抑えようとか、与えようみたいな、そういった可変的なシステムもできてきているわけで、そう考えますと、まあ、学校現場にそれを当てはめるとどうなるかっていうと、こういうふうに書いてあるけど、実は、子どもたちがこういう傾向がある場合にはこのアプローチじゃなくてこっちのアプローチの方がすごく良かったんだよみたいな、そういった、ベテランの先生方の経験を伝える場、が必要かなと。プラスアルファ成功例だけじゃなくて、一番農業界にとって大事な失敗例なんですよね。これをやったら大失敗したっていうのが一番役に立つんですよ、ね、そういった点を考えますと、まあ、先輩の先生方にとってはちょっと話しづらいような、こともあるかもしれませんけども、しくじった、こうすればよかったっていうような経験値をデータベース化していって、それを閲覧できるような、そういった形も一つ生きた教材としてありなのかなというふうに、まあ、生き物を相手にしている私としてはすごく感じる。はい、あのあれですが、私、小学校、中学校、高校、大学だってみんな学科つくのに、あの教育委員会、学習委員会の方がいいんじゃないかと。我々も教師はね、もう絶対この不可という説があるんですよね。先生間違いない、みんなそう思ってるから、ちょっとしたことでもね大変なっちゃうってね、あるわけですから、私も時々教師とはですね、絶対間違いないなんてことはねえんだから、ざっくばらんに話しましょうよって言うんですけど、やっぱりあれですね、あの身について教育してた。今のお話からですね、どうでしょうかね、先生方の医療の、まあ、あの、割り事じゃないけど、先生同士のピアレビューですね、やる部分、それから、それぞれのプロフェッショナルの分野で、どういうふうにしてですね、OJT と、それから、リカレントですよね、リカレントビュー、どうやってるのかというようなことを、ぜひ教育委員会、両部で、ね、それぞれ先生方からせっかくプロにお願いしてるんですから、それぞれの分野でどうやって OJT とリカレント教育やってるのか、ちょっと学生に戻ってちょっとやられたらいかがかなという話を聞きました。非常に私たち商務局の方でもですね、もう本当にどんどん変わりますんでね、どうやっていくか、こちらもね、常に市役所ったら間違っちゃいかんというあってね、なかなか自問自答だけで済んでるんで、先生方のお話をまた我々自身もね、学ばせていただきたいと思っております。特に法令解釈というのは、昔有権解釈というのは政府がこうだといえばはいって言ったんですが、今は地方分権でそれぞれ法律解釈する権限あるよと言われてるんですね。さっきの憲法26条の解釈も私の筆記を独自の解釈なんですけども、そんなことで、先生方の教師の皆さんも、OJT をリカレント教育をそれで他の分野でどういうことをやってるかね、学習されて時には委員の各委員にですね、先生方の学習会にちょっと来てもらってですね、どうやって教え方と教える内容を改善していくかっていうのを研究会を
総合会議としてはお願いしていいでしょうか。ありがとうございます。今市長からお話ありましたようにですね、私連れの校長会の方にですね、子どもたちは常にこの学び方を学び続ける、そういう存在であってほしい。でまた先生方についてはですね、教え方を学び続ける存在であってほしい。でそういうことを常にこうお話しているんですね。ですから子どもたちの学びと先生方の教え方についての学びというのは常に表裏一体ですから、先ほどのいろいろなお話しあったように、どんどん日々変わっていくこの現代社会の中でですね、より質の高い教育を進めていくためにも、今市長おっしゃったように研修はとても大事になるんですね。でそういう意味で教育委員の皆さんのそれぞれのプロフェッショナルな見地、知見ですね、そういったものを我々、いろんな機会にですね、研修させていただく、そういう場も今後検討させていただきたいなというふうに思って今聞かせていただきました。ありがとうございます。これあくまで試験ですけども、今度校長会あるときにですね、教育委員の先生方にどうやって修法の世界では日々更新のね研究会されているかというような話をねお願いするのもいいんじゃないかと思いますが、もし教育長からそういうお願いがありましたら、教育委員の先生方ぜひ校長会でのスピーチをあるいはディスカッションをですねしていただければと思います。よろしくお願いします。じゃあ今日は我々自身の学習会になりましたけども、実はですね、行政で見ますとですね、教育委員会って独立行政委員会なんですよね。で、非常に簡単に言うと、教育委員会、あるいは教育長と私の関係は、いわゆるの予算用語で配当ですね、これだけ予算をつけなさいということについて、はいって言うのが仕事であって、それこそ内的事項、外的事項については、もう教育委員会お任せという、農業委員会、公正取引委員会、それに私は非常にシンプルに解釈すると、そういう関係かなと思っておるんですが、当時私は市民の声をお伝えする役目もあるんで、生徒の立場、それから生徒学生の立場、保護者の立場からね、それから郡山市というものが成り立つためにはどういうことをしたら どうしなきゃいけないかと、成人教育も対象になってますそういう意味でいろいろ申し上げますが、基本的に独立行政会という理解でおります。それから先生方は県の職員法律の身分はね、だけど学校は市の施設なんです。市の施設に県の職員の方が働いているというのは、全く単純に解釈するとそうなんですね。で、そうすると校舎に対して教師の方々はどこまで権限と責任があるのかというあたりもですね、もうちょっと解釈論でもしっかりしておいた方がいいのかなというような、仮に事故があった時のですね、なんか事故があった時、管理責任だった時に、もう責任を押し付け合うんじゃなくて、きちっとそれぞれの責任を果たすためには、施設管理責任について県の職員たる校長先生はじめ先生方と、施設を整備する立場にある市の立場とどのように漏れなくですね責任を果たしていくか、こういったことも、検討をしていくことがですね、あらゆる問題について必要かなという感じもいたしますので、独立行政委員会たる教育委員会、そして、そこに働く方々は県の職員、物的施設は市が
私立、町立、村立が責任がある。こういう非常に複雑な法律関係が学校現場であるということについてもですね、いろいろの特に、法律家の先生にはですね、いろいろご指導いただきたいということで、今日の勉強会を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、お待ちください。皆様、お疲れ様でした。はい、以上をもちまして、どうも、休憩を終了させていただきます。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。